どうも隊長でございます。パンダラ、続きやっていきましょう。ということで、館の中に入ったはいいんだが割れないか。どこから調べていけばいいんだ。甲冑、この辺は一緒だね。右行ってみよう。あ、セーブポイントがここにもある。いや、こっちでもう一回です。あ、箱が置いてある。あ、セーブポイントじゃねえんだこれ。入れる。開かね、開かない。開くとこはどこだ。あれ、開かねえな。ピアノ、暖炉、火はついていない。のちおびっくりした。ちょっとiPhone の通知。おお。これボタンを押すごとに音が鳴る。よし、次行こう。うわぁ、ワンコ、何？何このやりとり。なんか奥の方に、あ、レコードじゃねえのあれ。レコードがある。ただここは行けなさそうだな。何守ってんだろうあのワンコ。コーヒー、え、湯気立ってる。誰かいんじゃねえの。じゃあもしかしてダークパンドラさん、子供に住んでたりすんのかな。勝手にダークパンドラさんって名付けちゃってるけど、こっち側は開いてる。何これ、光ってるよ。表面に何かが浮き出てきた。は？操作方法、マウスクリック。おお、あ、これか。これはね、僕結構得意ですよ。はい、オッケー。あれ、穴人形置いてあったっけ。プレイルームの鍵、レオンの手記1。箱は解けるように消えてしまった。レオンの手記。今日姉さんと地下室でとても美しい箱を見つけた。明かりのない地下の左翼でまぶしく光るその箱は、私たちの好奇心をくすぐるには十分だった。姉さんが箱を開いた途端、闇よりも暗く、液体なのか気体なのかもわからない、黒色が溢れた。黒色は瞬く間に姉さんを飲み込んだ。何それ。で、なんかこれも何、あ、暗号メモ。これはなんだろうな。ガラ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 っと。絶対これマイクに入ってんだ。これなんだろうね。後々に使うんだろうけどね。マイクか、とりあえず置いといて。何も入ってない。引き出しに鍵。写真が飾ってある。家族写真のようだが、全員の顔が黒く塗りつぶされている。私はこの家が好きです。私はこの家が好きです。お父さんもお母さんも優しいからです。私のお人形が壊れた時もお母さんが直してくれた。私が転んで泣いてる時もお父さんが肩車してくれて、楽しくて泣いていたことを忘れます。あとお姉ちゃんも一緒に遊んでくれます。今日はかくれんぼしたよ。消えたよ。何あれ。何なのあれ。セーブしとこうか。セーブは大事。よいしょ。じゃあ次こっち。開かない。まさにパンドラの箱。いや違うけど。このコーヒーは、あ、調べられねえ。この部屋はな、ここが寝室なんだろうけど、転職のすすめ。使用人の心得。使用人の部屋なのかな、じゃあここは。注意事項。昨日あなたたちがマッチを机に放置していた頃、お嬢様がお遊びになり、やけどをされてしまいました。必ず所定の場所に収納するようにしてください。必ずですよ。特定の場所はお分かりだと思いますが、念のため申し上げておきます。この紙を置いている収納机の中です。バーシーより。パーシーか。
ポケット収納机。え、この紙が置いてある収納机じゃないの？あ、でもこれなんかスペースが空いてあることがなんかな、違和感あるよね。この紙を置いている収納机の中です。え、すごい違和感。何これ、パーシーより。なんだろうな。まあいいや、こっちはいける。プレイルームの鍵。プレイルーム、あ、いいな、ビリヤードやりたい。ビリヤード9イコール5。ビリヤードね、好きですよ。注意事項、使用後の後片付けは必ず行うこと。ビリヤードの玉も球も所定の場所に返却すること。ビリヤードやりたいな。でも全然返却されてないけど。ビリヤード台、友達とやってたな、高校生の時。いいな、またみんなでやりたいな。空っぽ空っぽ。ビリヤードはね、まあ、そんなにうまいわけではないんですけど、なんかあの時は誰が勝ったんだっけな、6人くらいでね、まあ、3-3 で確か分かれてて、誰が勝ったのかな。あれ誰だっけな、俺は確か3位真ん中くらいだったと思うんだけど、高いところにあって通れない。あの時はな、楽しかったな。で、こういうね、なんか一つ一つ違う文章が書かれているやつって全部調べたくなっちゃうよね。てか今気づ、あー、戦争の歴史、今気づいたんだけどさ、あそこの白い扉あれだよね。絶対そうだよね。我々人類は戦争とともに歩んできた。敵国に勝つための、発明品や技術の数々は結果的に我々の生活を豊かにしたが、戦争に伴う犠牲も計り知れないほど膨大であった。死者1億人を超える戦争が何度もあり、50年前の戦争では推定20億人が死亡した。度重なる戦争による環境汚染は人類の安住を地に挟め、国家も12国まで減少した。12国まで減少って、まあフィクションの世界だけどすんげー減ったな。鍵かかってる。何なんだろうあれ。出てくるってことは何か使うやん。待って、ハートクローバーダイヤスペードがあるよ。スペード中にハートが3、ダイヤが28 7。え、まあでもこれ使うんだろうな、のそっち。でどうすればいいんだろう。ん、観葉植物はってな、土の表面に膨らみ、どうする、掘り返す。家政婦の部屋の鍵、やったね、調べてみるもんだね。家政婦の部屋の鍵だってよ。こっちはなんかある、ないよね。家政婦はどこだろう。家政婦の三田さんの部屋どこ。三田さんここかな。三田さんの部屋なんか光ってる。三田さん、三田さん、表面に何か武器出てきた。何、何これ。番号何入れればいいのこれ。わからん。洋服？女性物の下着。まあエルちゃんも女の子だから別にいいんだけどさ。引き出しの中に文章の書かれた紙、パーシーの手紙、破られてる。
とっても綺麗な箱を持って旦那様が私の部屋を訪ねてきた。その箱はほとんど本当に綺麗ですごく高価な宝石が散りばめられて、だけど鍵がなくて開けられないみたい。どこかに鍵をなくしたのかしら。旦那様の様子が少しおかしかったけど、動揺してしまうくらい大切なものなんだ。今度他の使用人たちにも探すように言っておかなくちゃ。あ、もしかしたら お嬢様が化粧台。これ何なんだろうな。はい、ちょっとね、タイトルに一回戻って助言こいつにもらおうと思ったん、戻ってきたんですけど、なんかね、いろいろいる。ここにいろいろ集まっていくんだな。じゃあ迷い込んだ少女、助言ください。緑色のボタンがついた箱か。色が関係あるんじゃねえか。他に緑色で4つ並んでるものを探せば何かも思いつくかもな。ねえ。緑色で4つ並んでいる、これか。123456123352なのかな、1なのかな。とりあえず分かったぞ。なるほどね、そういうことか。助言は優しいね。3、5、1、これはあれ、なんで6。まああれか、棒が6なのか。倉庫の鍵、レオンの式に、なんで6なのかよくわかんないけど、あれ、レオンの式に、あ、こういうことか。あの日以来、姉さんの様子がおかしい。普段はいつもと同じ優しい姉さんだが、ある日怪我をして泣き叫ぶ子供を見て、口が裂けそうな笑みを浮かべていたのだ。いや、きっと見間違いだろう。あの優しい姉さんがあんな顔をするはずがない。倉庫の鍵。何かに乗っ取られた。外しか考えられないけどさ。で、倉庫ってどこ？ここ？ここは違う気がするんだけどな。うん、やっぱ違う。ここは最後に来そうだね。じゃあ向こう側か、今度セーブして。ここのどこの部屋？ここか。なんか穴開いてますぜ。いけないんだけど、動かせる。え、これ押しちゃって大丈夫なの？え、あら、机に何か置いてある。接着剤。え、これで良かったの？でも穴行けなくなっちゃったよ。穴行けなくなっちゃうけどいいのこれ。そこのボタンは押してないといけないんでしょ？つまりここは開いてるな。なんか薪が入ってる。お、これでいった。あれ？え？何よ、何なのよ。この穴、来たのに。何もないの。いや、何かしらはあるような気がするんだけどな。接着剤って何に使うの？なんか音鳴ってる。え？この部屋からなんか聞こえる。なんかここに近づくとね、鳴ってるんだわ。なんかゲームルームみたいな感じなのかな。ゲーム機が何台か置いてあるとか。それともあれか、 CD レコーダー。
こっちに行ったら消えた。なんだ、謎がたくさん残るぞ。相変わらず行けない。ワンワンワン、こっちからは行けるのか。何かあんの？皿、何もないね。ドレミファソラシドドえー、なんかな、どうすればいいんだろうな。入れないし。はい、じゃあ今回これでちょっと終わりにしたいと思います。ちょっとよくどう次すればいいのか全くわからないんで、またピースに助言もらいに行こうと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。